今日の2軍戦、中継ぎ転向したと言われていたアンダーソン選手が先発してて、ネットがざわついてるんだよね。結局5回まで投げて無失点なんだけど、ランナーを背負うことが多く被安打7、ちょっと課題の残る登板になってたかな。中継ぎの調子で5回も投げることはまずないじゃろうから、先発再転向かな。中継ぎより先発の負担を減らす考えがあるのかもしれないね。今回はアンダーソン選手が2軍で先発していることへのファンの反応を見ていくよ。先発でも文句ないんだけど、5回被安打7四球2で無失点とかよくわからん成績やね。これでも無失点を評価して来週先発あるんか。アンダーソン中継ぎって話だったと思うんだけど、どういうこと？先発は玉村、遠藤もいるし問題ないと思うけど、森下が無理そうなんかな。中継ぎもかなり疲弊してるし、アンダーソンに期待してたんだけど、先発の疲れが深刻なのかもね。首脳陣の判断でお願いしたのならそういうことだと思う。中継ぎ転向は本人の申し入れだし、球団的にはやっぱり先発してほしいんだろうな。怪我も多いけど安定したピッチングしてたし、来週あたり投げるんじゃね。5回までと決めて先発やらせるんだよきっと。長いイニングは無理そうだし、決め事としてやるには良いと思う。中継ぎの負担は増すけど、勝つためには最善だと思うよ。アンダーソンが納得してるなら大丈夫だろうけど、無理にお願いしてるならモチベーション的にどうかな。先発揃ったらやっぱり中継ぎでとか言わんでよ。憶測でしかまだわからないんだけど、ファンも混乱してるみたい。何か情報が出たらいいのじゃが。まあ近いうち動きはあると思うから待つしかないね。ということで、先発アンダーソン選手に対するファンの反応まとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。